中性的なキャラクター結構好きなので、結構開けるの難しいんですけど、今日どこでグッズ買えるのか調べちゃったよ。結構ねチェーンソーマンは人気だからね、いろんなところで売ってると。ひっそりと話しております。物を増やすと怒られるからね。開いた。さあこれですぐに見えちゃうのか。あ入ってるねこれは。じゃあこっちも開けてからどっちもパッて開けようかね。入浴剤だからお風呂に入るときに入れようと思う。マキマさんゲットするのに1500円かかった。大丈夫、私それ以上かかってるから。見るんじゃないけどマキマさん見かけるとあって思うようになった。マキマさんね、おっとこれは。じゃあ1個目いきます。出た、最高、これは嬉しい。フレッシュフローラルの香りのはい、これ入浴剤で。でね、このキーホルダーの方はもう開けちゃったんよね。こっちはあのデンジ君でしたね。デンジ君もいいです。もう一個、もう一個みんな何が出ると思う。いやもうね、最高だ、最高だ。あ、ヒロさんレインボースターありがとう。ミルンクラギさんレインボースターありがとう。あれだね、おめでとうのレインボースターだよねきっとねありがとうね。あ、ヒンヨさんもレインボースターありがとう。パーちゃんから聞く、デンジ君。私はじゃあデンジ君にします。予想いきます。あ、デンジ君だあの髪の色がグレーに見えて誰って思ったら、こっちの画面で見たら分かった。ちゃん、あ、イチロー氏ありがとう。クロさんもありがとう。コウヘイさん、パンダありがとうやったー、これはいいんじゃないですか。かなり良きですね。最高です、最高です。いやー最高でした。まあ4種類しか入ってないんでね、これはまあ4分の1なので、まあ、確率はね割とね高いですから、出てもらわないとですよね。はい、開封動画でした。こっちはこっちマキマさん欲しかったんだけど、レンジ君もすごい誰が出てもね嬉しいんですよ、テンソーマンはね。でもやっぱ C って言うならみたいな。でももう本当にグッズを買うのやめないと怒られちゃうね。このおしゃれなやつ
見えにくいなこんな感じのおしゃれなやつです。これのマキマさんが欲しかったんだけど、でもデンジ君も嬉しいです。これランダムなんでね、1個しか買わなかったからかな、もしかしたらもう1個買ったらマキマさんだったかも、今さっきの感じでいくと。はい、これめっちゃおしゃれじゃないですか。クリア、そうクリアなの、透けてるの可愛いよね。いやもう最高。でもいいです、こっちが出てくれたんで。これは本当に最高です、飾ります。で今日もあれなんですよ、いたんですよゲームセンターに。サイちゃんと行きました。で私がこうやって、サイちゃんも途中手伝ってくれて、なんとか取れました。結構3000円くらい使っちゃったかも、2人で。からこのね、ちびぬいまきまさんとビッグぬいまきまさん、かわいいでしょ。こんなね、大きさが違うだけやんって思うかもしれないけど、私にとっちゃすごい嬉しいやつです。今日も見守っててください、まきまさん。こっちはね、ぬいぐるみなんだよ。そのもみあげ切りで、そんなこと言ったらどうなるか分かっていますね。マキマさんは怖いですよ。あ、おいっちさんいいねのやつありがとう。ももちゃんさん、パンダありがとう。めちゃくちゃレビューする YouTube みたいになってる。いやでもね、こういう開封動画で YouTube やれたらめっちゃ楽しいだろうね。だって趣味でさ、お仕事してるみたいなものじゃないですか。まあ今も結構あれだよね、ショールームっていうお仕事として配信してるけど、結局こう自分の好きなように話してるわけだから、頑張ってください。ありがとう。アクスタ持って食事に行って写真撮らなきゃね。そういうのね、なんだよ、結構してみたい気持ちはあるんだけど、周りの目とか気になっちゃってできないんだよね。だから誰か一緒に行ってくれたらその時はするんだけど、なんか一人だとなんかねっていう、ちょっと一人アクスタ旅はちょっとまだハードルが高いんですよ。だから誰かね、アクスタがあるメンバーとかいたら一緒に行ってくださいというお誘いをねしたいところでですね。よくミレンちゃんのアクスタ連れ回してます。周りの人に顔見されても気にしません。ああありがとうね、いつも写真撮ってくれて。いや本当ね、そういう風にするしてくださる方すごいと思う。だってでもさ、思うけど、私が周りにそういう人がいても何も思わないなって、なんか微笑ましく見てるなって思うの。だからさ、全然ね、何とも思わずやればいいのにね、自分もっていう。でも自分のことになるとなんか気にしちゃうよね。
ユリアさんとルルムのお店行ってた。そう、ルルムの展示会行ってきました。先日久しぶりにね、ユリアさんとお会いできましたし、可愛いお洋服たちを見れましたし、また展示会でねオーダーしたので、また待っていてください。で、今日着てたインスタ見ました？皆さん、私の見てくださった方ありがとうございます。また方はぜひチェックしてください。で、その今日着てたっていうか、今日写真あげたルルムのお洋服はオーダーして届くの待ってた状態だったんですけど、つい最近ね届いて、やっとね着れました。めっちゃ可愛くないですか？あれもうね、あれ全身撮りたかったんだけど、ちょっと全身撮ってもらう時間っていうか場所っていうか、まあ全身写真を撮らなかったんで、また来て全身写真撮ってもらおうと思います。ルルムとかルルムとかようわからん確かに可愛い名前ってラ行多い気がする。とかマ行とか、ラ行とマ行って可愛い。マキマさんもマ行だしね。美咲ちゃんもまあ2つあるよ。荒巻美咲、確かに。荒巻マ巻マさんの巻が入っているから荒巻っていう名字でよかった。もうあと5分だよ。早いね、早いね。どうする？もう、まあもう話すことは全部話したけど、終わっちゃうね。今月が12月になりますよ、皆さん。気づいて喜び好き。いやでもね、今気づいたんじゃないんだよね。なんかどうにか巻間さん要素ないかなって必死に探してて、頭の中で一人で、あるじゃんって荒巻巻巻間じゃんって。3期生で前列体育座りしてる集合写真、今年撮ってないの？今年撮ってないね。確かに3期生がもうあと半年ぐらいではもう2人いなくなっちゃってるわけだから、撮っておきたいね最後に。今の3期ではもうすぐ撮れなくなっちゃう。さえさんはごショールーム名
せよ。そう、気づいてたの。目玉の親父の真似はしません。荒牧美咲、あ、こんなところ見つけた。いやいやいや、美咲だから。私も頑張ってね、フリーで。そろそろランキング読んだ方がいいかな。ランキング読もう。13位ゆびまるさん、12位こうへいさん、11位イチローシさん、10位ムックさん、9位マナフィーさん、8位もぐもぐさん、7位みやとくさん、6位みやおいさん、5位ももちゃんさん、4位ひろさん、3位みるんくらげさん、2位りゅうさん、1位ひんよさん、ありがとうございます。イエーイ。あ、チェーンソーマン、チェーンソーマンね、チェーンソーマン見ました。私は見ました。放送終わって配信でいつも見てるんですけど、見ましたよ。いやー、かなり心がえぐられる回でしたけど、これからバチバチ始まっていくって感じがしますね。ここから結構重要な回だったって感じします。またみんなお話ししましょう。それでは明日も頑張ってください。じゃあおやすみ。朝ごはん食べますか。朝ごはん、ご飯に味付けなくてもいいかも。涙の塩味で。